国鉄多64000系貨車は1969年に製作された日本国有鉄道に車席を有したガソリン専用の64トン積貨車である。50トン積タンク車、多機5万型に続いて開発された大荷重タンク車で1969年に日本車両製造本店で2両が製作された。記号番号表記は特殊表記符号。 を全と表記する2両とも、日本石油が所有し、ネギ駅を常備駅として運用された。対抗性高張力構成のタンク帯は、タキ43000型に類似する位形同で、両端部と中央部は、自家円柱形状、各々の接続部を遮塩水形状としたものである。タンク帯に、荷重や、引っ張り力を負担させる機能を付与し、 大枠を車端部のみに、簡略化した、フレームレス構造も多機4万3000型を踏襲した、ものである。大枠を省略したことで、自長は、多機5万型より、約5トン軽量化された25トン級に収まっている。外部塗色は黒色である。荷重は、標準的なタンク車に両分に相当する64トンで、タンク内部中央に、 球面形状の隔壁を設けた二室構造である。これは、事故で、タンク体が破損した時の積み荷漏洩を最小限に止めるための仕様で、積み荷積載は二室を共に満載とし、一室のみに積載する、片積を禁止する、運用上の制約が定められた。タンク上部には、各室二箇所、合計四箇所の積み込み口を設け、取り下ろしは、 タンク下部で2室から1本に接続された、突出管によって行う、上入れ下出し方式である。台車は、多機5万型と同様の三軸ボギー台車で、車軸を、中華重対応の14トン軸とし、軸受けを密封コロ軸受けとして、走行抵抗を低減させた、TR79 型を使用する。ブレーキ装置は、自動席空切り替え機構を併設した。 自動空気ブレーキを設けるほか、流地用として回転ハンドル式の手ブレーキを、車端部デッキ上に設ける。多機4万3000型で確立した、フレームレス構造を用い、荷重を極限まで拡大した車両で、荷重64トン、タンクの実用積87.7立方メートルは、国鉄に在籍したタンク車の最大値である。石油製品の代償筆値を金棒に要する。 輸送拠点間の大量輸送を効率化する目的で開発されたが、運用上の制約が大きく汎用性に欠けることから量産に移行されることはなかった。当初の目的であった石油製品の拠点間大規模輸送は多岐4万3000系の大量製作で賄われ、本形式は当初の目的を喪失した。 多岐五万型と同様、大型車であるがゆえに運用上の制約が多く、本形式の稼働率はかんばしいものではなかった。1979年10月より化製品、分類番号、年32が表記された。1987年の国鉄分割民営化に、際しては、2両とも、日本貨物鉄道に車席を承継されたが、 1993年7月に2両とも廃車され形式消滅した。ありがとうございます。